はい。どうも皆さん、こんにちは。KQ がね、イベントあるみたいなんで、それちょっとお知らせしたいと思います。神岡にある KQ 百貨店で、12月27日から4日間かな。12月30日土曜日まで4日間、KQ 百貨店神岡の7階祭事場っていいのかな。第9回 KQ 鉄道フェアを開始いたします。ということでね。で、初日の27日のみ、KQ1000 型1600番台の えー、マイナーチェンジ社一応3両セットをねお一人様2セットまでで、えー、販売するみたいです。一応こちらになります。えー、京急鉄道コレクション新1000型1600番台マイナーチェンジ社3両セットを、えー、各 4, 円価格4500円でお一人様2セットまで。でえー、鉄道フェアで限定3000セット、えー、総数4000セットのうち残りの1000セットにつきましては、えー、その他会場外にて販売いたしますということでね。まあ、1600番台なんで、えー、誰か1600 6F と,と 12F の2本か。今あるのは確かそうかな。ちょっと他にも出てきたらちょっと分かんないですけど。まあ、日中のね、えー、6両用のエアポート急行からね、普通にまで幅広く使われて、まあ、普通なんで幅広くないですけど。まあ、それのね、やっとまあ、出るっていう感じですかね。うん。まあ、今回のお一人様、えー、2セットまでなんで、まあ、普通の6両1本分しか作れないんでね、まあ、ちょっとどうなるかなって感じですけど。 まあ、こういうのもね、やっぱり、転売族が出てくるんでね。まあ、しょうがないかな、ともね、やっぱり思うんすけどね。まあ、あれか、えっと、最近、トミックスじゃね、鉄道コレクションの方からあれか、京急の1800番台の12番編成だっけ ?1812F? まあ、3本目のね、4両セットが出るってことなんで。まあ、そのうち6両セットなら、普通の鉄これからも出るのかな、とはね、思ってるんですけどね、個人的に。まあ、 トミックスは、あ、トミックスじゃない、鉄子焼きをね、6両セットまではね、だいたいセット化するんでね。確か、銀座線とか丸の内線は6両セットかな銀座線だっけ丸の内線はね、銀座線か。あと6列なんかあったかですから。まぁ、あ、ちょっと覚えてないですけど。まぁ、あ、12月27日なんでね。まぁ、あ、年末差し掛かってるんで、まぁ、あ、俺は多分、12月27日は多分、大い開催だよな。あ、カレンダーこっちにあった。 えっと、12月27日だと、えー、大井開催ですね、やっぱり。えっ、ー、とー、大井が一応水曜日までか。えっ、ー、と、25から27日の水曜日までと、えー、28日開けて、29、30、31日と。で、これはあれかな下手する昼間開催かな、えー、?29 日が東京大商店で、えー、30日が東京シンデレラマイル、えー、31日の、えー、最終日が、 えー、てか最後のね、えー、2017競馬開催日が東京2歳優秀牝馬か。なんで、まあちょっと俺はね、大井競馬の方に行こっかな。まあ友達と打ち上げもしたいし、年末ぐら、ね、い。うん、って感じかな。まあまだね、詳しい鉄これの方はね、一応京急のあのー、なんイベント情報の方にもそんなに出てなかったんでね。まあただ販売しますっていう感じぐらいしかね。まあ、一応こんな感じで。まあ、一応鉄道コレクション出しまーすっていうだけなんでね。 まあ、ステッカーがついたり、シャバンをどうするかっていう案内がね、まだないんでね、まあ、どうなるかなって感じなんですけど、まあ、イベント行ってみたいかと言いましたねね、えー、12月27日の水曜日のみね、えー、鉄道コレクション販売されるみたいなんで、行ってみたらどうでしょうかね、個人的に。で、えー、その方が確かあれかな、えーと、やっとグリーンマックスから大阪の、まね、パワーループ号、えー 10, 月20えー、10月20日に金曜日、問屋着なんで、えー、多分普通の販売店で配布され配布,配布じゃねええー、販売されるのが、 まあ俺の適当な考えで申し訳けど、多分二22日の日曜日頃からかな多分まあ、土日で問屋が多いかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、多分発売されるのは2二ぐらいの日曜日ぐらいかなとね、個人的には思っておりますんでね。ええー、あとはこんなもんすかね。んで、これか。何これ。プラッツの全日本もビ議書新製品追加自主のご案内が、えー、生産、えー、問屋より販売店に出てます。まあ、どうでもいいよ。 っていう感じなんで、ああー、やべ、完全に眠い <laughs>。ってわけなんでね、まあ、本当にイベント来た方いましたね行ってみてくださいっていう感じでございます。えその、で、この後ね、一応、吉田豊騎手の通算1200勝と、藤田直子記のね、本年11勝目の冷ー図を取りますんでね、少々お待ちください。今、若干眠いんでね、本当にちょっと危ないかもしれないです。 えー、というわけでね、一旦、えー、この辺でね、終わりにしたいと思います。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。